DS 施設データ同化研究支援センターの上野健太と申します。まずセンターの設置と目的についての説明をいたします。設置年度は最近の2019年になります。それまでの3年間2016年から18年はその前身であるデータ融合計算支援プロジェクトでした。現在のセンターよりも業務内容を縮小した形で進めていたものです。で、このセンターの研究支援の対象ですが、諸科学産業界でデータとシミュレーションに関する課題を持つ研究者ということで進めています。このシミュレーションという言葉があるところに特徴があると思っています。その内容はデータとシミュレーションの融合させる技術に関する課題解決に向けた支援であると。もう一つのこのセンターの支援のポイントは、面談を中心に進めていくということです。つまり、ユーザーの問題から問題、支援をスタートするということになります。その面談は、従来は対面で行っていましたが、ここ最近は Zoom で実施しております。この面談を通して助言や技術指導を行っています。面談、大学関係者、企業の方もいらっしゃいますけれども、初回無料という形で進めています。2回目以降は何か書類を書いていただく、お金はかからない、大学の方は分かりませんけれども、書類を書いてもらうことになっています。で、メンバー、今年度は、ここに書いてあるものです。私、1番目になりますから、上野が遺伝研、局地研、等数研、ほか DS 施設の、特任研究員、技術補佐員とともに進めているところです。で、まずデータ同化なのですが、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、何が嬉しいかというところをここでまとめています。データ同化というのは、観測データと数値シミュレーションを統合する、統計の方向の一つになります。データ同化をすることで、精度が上がる、高精度の予測が可能なシミュレーションができる、これデータ同化システムと呼んでますけれども、もしくは計算時間を大幅に短縮したシミュレーションを作ることができる、これエミュレーター、という形、というふうに呼んでいます。で、さらに近年、巨大で複雑なデータの解析をするには、バラバラであるデータ、時には矛盾を含むようなデータなども、まとめて一つのシステムとして取り扱うことが可能になるというものです。で、ここに示したのは、これまで受けてきた研究相談の課題にあたるものです。上からざっと見ていきますと、インフルエンザ、社内技術資料の統計処理、これ民間企業のですね。次が、都市環境の統計解析、次は沿岸海洋モデル、次は時系列データ、これも民間企業ですね。次はこれ数学っぽいですね。群論的分岐理論に基づいた。で、次は核融合プラズマのシミュレーション。これ青文字に書いてあるのは、この後の、説明で少し詳しく紹介しますので、色をつけています。次、非公開課題。これは民間企業からですけども、相談はしたけれども、内容は秘密にしておいてほしいということで、こういうふうになっています。こういう案件も中にはございます。で、地震の予測手法について、液膜流れのシミュレーションへのデータ同化、行列計算の高速化、データ同化の問題設定、実装の相談、で、気流の予測精度を目的としたデータ同化の導入について、他データ同化相談、これ大学から受けています。で、こういう研究相談ですけれども、こんな形で対面で面談をしています。これはまだコロナが始まる前、2018年のことで、ホワイトボードにいろいろディスカッションの跡が見えていて、そのホワイトボードの、写真を、相談に見えた方が写真を撮っていると。で、その皆さんの写真を私が撮っていると。で、この時はテーマはラージヘリカルディバイス、核融合核研究室ありますけれども、この核融合プラズマ装置に対してのデータ同化システムを作りたいのですが、という相談でした。で、この時の面談現場の、記録というのがありますね。ちょっと紐解いて見てみると、面談現場の例、初級とあるのは、この2行目に核融合核分野へのデータ同化の導入ということで初級と書いています。もうすでにデータ同化システムを作っているけれども、うまくいかないという経験者の相談もありますね。そのあたりの、相談になると、中級と、名付けてラベル化しているんですけども、今回は初級の相談例に関するものです。で、プラズマ実験装置の数値モデル、データ同化の紹介というのを、まず私が説明を受けました。で、それを受けて、進めるときにはこういうふうにしたらいいでしょうという、
アドバイスをした内容が下の青の文字になります。青文字は私、上野が話した内容になります。まあ、そもそもデータ投下の一般的な計算フローはこういうものです。そして もし作るとすると、まず簡単な例題、1次元のモデルで実装をまずしましょう。でそれを太らせて、実際の本番の格予行データ投下につなげるのがいいんではないでしょうか。でそしてこれは初回ですけれども、2回目以降は共同研究として継続していきましょうということで話がこの時まとまりました。でこの日の、面談の続き、これ誰が何を言ったかということを、少し分かるように書いたんですが、まず私、まず簡単な例題、1次元モデル実装したらいいんではないでしょうかと言います。次、黒字の額とありますが、これは、面談に参加されたあの中で、主担当とその後なられる学生さんの質問で、サンプルプログラムなどありますか。でこれに対して私は、今後のことを考えるとあの紹介した本があるので、それを参考に最初から自分で書いた方がいいですと答えました。そう答えたところ、赤字、これ C とありますが、これは学生さんの先生にあたる方です。勉強してフォートランで実装しなさい、まあ、そう、発言があり、学生さんはあのはいと答えて、私はああフォートランをやらないといけないんだと、これちゃんと進むかどうかなとちょっと気になったところです。最近はフォートランを勉強するような状況はほとんどありませんから、むしろ割と古いタイプのプログラミング言語だと思われますから、あまり経験がないあの時代となってますので、この先どうなるのかなと気にかかりましたが、この第1回は終わりました。ですが、この後この学生さんはしっかりやり遂げまして、データ同化システムがあの無事にできました。あの右の下のところ、右の下のところにあるような論文として、あのラージヘリカルデバイスプラズマのデータ同化システムが論文として発表されています。ここにありますけれども、ステートベクトル、状態ベクトルとして、このシミュレーションの変数やパラメータをまとめたものを書いています。この核融合プラズマではここにありますけれども、エレクトロンとイオンに関す、に関する、プラズマの流体の方程式をベースに作られています。流体の方程式で、プラズマ流体の方程式で解かれている変数と、さらにパラメータについて、TE、これは電子の温度、TI は、イオンの温度、NE は、NE、NY というのは電子の密度、イオンの密度という形になっています。で、下の4つはシミュレーションのパラメータである。これを、未知数というか状態変数と考えまして、データ同化システムを完成することができました。観測データとして温度と密度のデータが得られると。で、この温度と密度、この状態変数の上4つに関しては観測できるけれども、シミュレーションのパラメータは未知であるという状態で、最適なパラメータを推定するという格好のデータ同化システムです。で、この結果、示したものはここにありまして、あの 上の2つは、データ同化なしのもの、左側が電子の温度で、右側がイオンの温度、横軸、これ、時間で、これ、時系列のデータになっています。そうしますと、この赤い部分のとこと青い部分が本当は重なってほしいけれども、なかなか合わないという状況が、下のような形でデータ同化しますと、この赤い部分、これでデータですけれども、赤い部分とあの青い波線とがうまく重なるようになりました。ですから、データ同化をすることにより、電子温度、イオン温度の時系列の再現性が非常に上がるということが分かります。で、さらにこの研究の特徴というのは、あのシミュレーションに含まれているいわゆるパラメータなんか何を、観測できない量をあの推定することができる、それも詳しく推定することができるというところにあります。ここには、緑色のこの波打ったこの、地形というのかな、のようなものが見えますけれども、これは、電子に関するパラメータが、これが空間方向、これラディウスが空間方向ですが、そして奥行きの方が時間方向ですけれども、時間空間方向に関してこのような波打ったような山があるようなパラメータが最適であるということはデータ同化によって示すことがあのそういう結果が得られます。ここ、平らな平面がこれありますけれども、平面は従来経験的に使われたあの時間に関しても空間に対しても一定値であるという使われたパラメータでした。ですがこの山があるようなパラメータを与える使うことが適切であることが分かりまして、それを使いますと右側のように
赤のオブザーベーションの再現性がこの青のように良くなるということです。この一定値を使いますと、ここの黄色い線のところで観測からだいぶずれた、赤の観測からずれたものが出てくるという状況でした。このパラメータに関しても最適なものを得ることができるようになります。で、これは、以上はデータ同化のシステムがうまくできた例の一つですが、ここからは他に進めている業務として、プログラムの翻訳高速化というものに関して説明したいと思います。これはですね、私などはプログラミングは C か Fortran があれば十分だと思っているのですけれども、分野によってはそういうわけではなく、他の言語でのソフトウェアを整備しないと使われない多言語、例えば R 言語、Python、IDL、MATLAB、こういうような多言語でのソフトウェアを整備しないと、人々は従来普段使っているものでないと使いたくないと思うと、私が C があればいいと思うと同じようですけれども、即座にプラグインできないと使われないということが支援をしていて感じられました。ですので、ここで進めたものは R 言語から MATLAB に翻訳すると。これは繰り返し自身の解析プログラムを R を使っていない地球分野一般の研究者向けに翻訳などを行いました。で、次は Fortran から MATLAB に翻訳すると。こうすると、Fortran を使っていない MATLAB が主な使用言語である研究者向けのデータ同化のプログラムの翻訳を行いました。で、3つ目、これ R の高速化。これは R というのは統計科学で使われて広く使われているソフトウェアですけれども、これの高速化を行うことで高次元の内積の計算プログラムを開発しています。で、今、最後に申し上げました R による内積計算のプログラムの高速化。これは、R 言語というのはオープンソースでフリーのソフトウェアで、統計解析向きのプログラミング言語になります。で、パッケージが非常に充実していることが特徴で、データ解析や視覚化、可視化が非常に容易にできる、非常に優れたものです。で、さらにプログラミングが容易であると。ですが、そういう背景のユーザーがいるということ、ユーザーというのは、要するに複雑なプログラムは書きたくないというユーザーが多いということを意味しておりまして、その場合に大規模のデータを扱うためには、複雑なプログラム本来は書かないといけないけれども、そこは、そのままでは対応できないというところが問題になっています。で、そういう背景がありましたので、もともとの、これは内積計算、1000万次元の内積計算をベースに考えましたけれども、オリジナルの R 言語のプログラム、これに関して、高速化を考えることにしました。まず単純には行列の耐久性を考慮してやってみましたが、これはかえって遅くなることが分かりましたが、R 言語の実装に使うときの、MKL をどのように準備するか、もしくは R 言語の中に実は MPL を使うという環境も用意できますので、それを使うと、もともと300秒以上だったものが50秒で上がると。これも、で、その上、R 言語のままで使えると。つまり、そのままプラグインできる状況で高速化を行えるようなプログラムの作成ができたということです。これ、最後の、スライドになります。で、本センターでは研究相談をベースにしています。もともとホームページ等で相談の受付をし、面談により対応しています。で、その面談において、大抵2時間ぐらいですけども、ノウハウ等の提供をして、場合によってはそこで解決しますが、解決しない場合は共同研究所でその後実施しているということを進めています。お申し込み方はここのウェブサイトをご覧ください。で、研究相談ですが、さらに出張研究相談というのを行ってまして、これは学会の会場、このポスター会場にこのようなブースを置いて、そこで来場者と話をして、データ解析に関する相談を受け付けることもしてきました。で、次はこれ、プログラムの翻訳構想。これは今説明したものです。他には今回は時間の都合で説明できませんでしたけど、講習会や宣伝や研究集会の開催、そして他のセンターの報告でもありましたが、公募型研究、共同研究を進めてきたところです。私の発表は以上です。ありがとうございました。